衝撃力もかなりある仕様ですので、初心者の方にも必見です。今回の動画は平均勝率 91%、 3日間で30万2000円稼がしたバンドオークを徹底攻略した5分取引帳を紹介していきます。まあ、僕も当時はそうだったんですが、バンドオークで逆行しちゃった、どうやって回避するの、まあ、このような悩みを抱えている時期があったんですね。まあ、もしかしたら今ご覧になっている方で同じ経験をされたっていう方もいるかと思います。なのでこの動画ではバンドオークの正しい使い方、適切なエントリーポイントなど解説しますので、先ほどのように悩まれている方は絶対に見てください。収益力もかなりある仕様ですので、初心者の方にも必見です。それでは本編にある前に僕から一つお知らせがあります。僕の LINE では期間限定でシステムの無料配信を行ってますので、体感したいという方はぜひ受け取ってください。それでは画面を切り替えます。もうすでにインジケーターが挿入されています。今回使用するインジケーターは2つになります。まあ、こちらはかなり根拠が強く高い勝率を誇っておりますので、しっかりと持ち帰ってください。まあ、数値や条件などはしっかりと見ておいてくださいね。でまず導入方法からお伝えしますので、こちらボリンジャーバンドから入れていきましょう。こちらナビゲーター開いていただいて、このトレンドの中にありますボリンジャーバンド、こちらですね、パラメータから期間を21、偏差を2、適用価格をクローズで設定をしてください。でこちらの色はあなたのお好みの色で大丈夫です。設定できましたら OK ボタンを押しましょう。でこちらのボリンジャーバンドっていうのは相場の振れ幅を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してくれます。まあ、簡単に説明すると、平均値を表す真ん中の線と、その上下に値動きの幅を示す線を加えた仕様で、価格の大半がこのバンド内に収まるっていう統計学を応用したテクニカル仕様の一つになります。まあ、要するに逆張り仕様が有効的と言われているんですが、今回の仕様は驚愕しますよ。固定概念が覆りますので、条件などはしっかりと聞いておいてください。では続いては、ストキャスティクスですね。同じくナビゲーター見ていただいて、こちらのストキャスティクスオシレーターですね。こちらを選択します。すると、このような設定画面が表示されます。まずパラメータ見ていただいて、パーセント K 期間を5、パーセント D 期間を3、スローイングを3、移動平均の種別をシンプル。こちらで設定します。次に色の設定のところで、メイン線、シグナル線はこのように設定しています。ここはお好きな色で構いません。まあ見やすいのに設定していただいて、このレベル表示のところで20と80と入っていれば OK ですね。こちらで設定します。で、こちらのストキャスティクスっていうのは、一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の価格がどのくらい位置してるのかっていうのを数値化したもので、売られすぎなのか買われすぎなのかを知りたいときに役立ちます。RSI と同じく逆張り仕様として使われることが多いんですが、今回は特殊な見方をしていきます。以上で設定は完了となりますので、ロジックの説明をしていきたいと思います。今回、こちらの仕様は5分足で使っていきますので、まあ、このように5分足を表示させるようにしてください。そしたらまず、ローエントリーのポイントから説明していきます。一つ目の条件としましては、こういったように、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマにローソク足の陰線、もしくは実体が突き抜けていることを確認します。これはタッチでも OK です。このような部分ですね、こういったバンドオークをしているところを探してください。そうしましたら、続いてですね、二つ目の条件はこちらのストキャスティクス。こちらの数値がメイン線、シグナル線。まあ、今回、メイン線がエメラルドで、シグナル線をブルーで設定しているんですが、メイン線、シグナル線が互いに20以下を推移している場合ですね。こういった部分を探すようにしてください。以上、たった2つが確認できましたら、そのままバンドオークに乗っかった順張りのエントリーってことになります。なので、今回のこの条件でいきますと、このローソク足ですね。今、こちらのローソク足で、陰線がボリンジャーバンドのマイナス20万を突き抜けているのが確認できるかと思います。それで、この足に対して、ストキャスティックス見ていきますと、まだ20以下をメイン線、シグナル線、どちらも推移してません。なので、推移している部分を探しますと、このローソク足でメイン線、シグナル線、どちらも20以下を推移してますので、次足でローエントリー。順張りでしっかり勝つことができています。これがローエントリーの場合の条件となります。まあ、もう一度おさらいしておきますと、まず一つ目の条件はバンドオーク。ボリンジャーバンドのマイナス2シグマにローソク足の陰線が突き抜けていること。もしくはタッチしているところを探してください。そうしましたら、二つ目の条件ですね。ストキャスティックスの数値が20以下。メイン線、シグナル線、互いに20以下を推移していること。以上2つが確認できましたら、次足でローエントリーっていうような形になります。反対にこちらは半エントリーのポイントですね。まず1つ目の条件としましては、ボリンジャーバンドのプラス2シグマにローソク足の陽線、実体化もしくは突き抜けていることを確認します。そして2つ目の条件が、ストキャスティクスのメイン線、シグナル線、どちらも80以上推移していることですね。なので、この達線が条件1したポイントになります。2つの条件に当てはまってますので、この次の足でハイエントリーをかけていきます。そうすると、ここに両線がついてますので、しっかりと勝つことができています。ここで1つアドバイスしようと思うんですけど、エントリーを避けた方がいい時間帯についてです。それは米雇用統計の直後です。これ結構皆さん忘れてないですか？
発表直後は相場が荒れてる傾向にあるので逆行してしまうってことがあるんですね。たとえ条件揃ったとしても負ける可能性の方が大きくなりますので、少しだけ手間が増えますが、リスクを最小限に抑えることが稼ぐことに直結してきます。週始めに経済指標をチェックし、避けるべき時間帯を把握しておくようにしましょう。ではあと2箇所くらい見て終わりにしましょうか。そしたらこちらですね、ボレンジャーバンドのプラス2シグマに陽線が突き抜けています。ここを基準にストキャスティクスの数値を見ているとちょうど超えていますね。メイン線シグナル線がこのように80以上推移してますので、次足で半エントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されてますので、しっかりと勝つことができています。このポイントでラストにしましょうか。まずここでボリンジャーバンドのマイナス2シグマに触れているんですが、ストキャスティックスは条件を満たしてません。しっかりと全ての条件を満たしたのがこちらのローソク足ですね。その際にストキャスティックスのメイン線シグナル線がこのように20以下を推移しているのがわかると思います。まあ、ここですとちょっとギリギリかな。まあ、判定をギリギリまで見てどっちつかずっていうようなポイントになるので、しっかりと抜けたことを確認してください。なのでこの継ぎ足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのようにいい線がついてますので、しっかりと勝つことができています。いかがでしたか？ここまでいくつか紹介してきたんですが、見るポイントもたった2つですし、勝率っていうのも冒頭でも話しましたが、平均勝率 91% っていうところで、安定的に資金がプラスになっていくようなロジックになってますので、必ずこの動画を何度も見て理解を深めるようにしてください。どういったポイントがエントリーポイントになるのかっていうのを把握しておくだけでもだいぶ有利なエントリーしていきますので、デモトレードから始めるようにしましょう。では本日はこの辺りで、今回もご視聴の方ありがとうございました。